ここで速報をお伝えします。女優の竹内結子さんが都内で自宅で亡くなっているのが見つかりました。自殺と見られています。竹内結子さんは1980年4月1日生まれの40歳です。数々の映画やドラマなどで活躍された女優の竹内結子さんが亡くなっているのが見つかりました。自殺と見られています。ちょっと今速報で入って詳しいことはまだわからないんですけれども、自殺ということですか。竹内さんというとまだお子さんがまだ生まれたばっかりというニュースが1月にありましたけども、はいはい、再婚なさって、はい、女優の竹内結子さん40歳が今日未明東京都内の自宅で死亡しました。自殺と見られています。警視庁などが経緯などを詳しく調べています。ちょっとあまりにもびっくりしましたね。これ奈々ちゃん、はい、実際にドラマでも共演されてますね。はい、もらったことありますけど、いやなんかちょっと今振り返れないほどなんかちょっと今びっくりしすぎたでなんですけども、竹内さん死亡のニュースは中国メディアでも速報され、日本時間の午前10時頃には中国の SNS ウェイボーの検索ランキングで1位となりました。竹内さんは映画コンフィデンスマン JP などの出演作品を通して中国でも人気となっていました。ウェイボーでは朝の地下鉄で号泣してしまった、三浦春馬さんが亡くなった時と同じくらいショックといった書き込みが相次いでいます。我々ちょっと今事情が全くわからなくて、そこで今入ってお伝えしているという状況なんですけども、はい、これ今朝ですか。はい、そうです。都内の自宅で亡くなっているのが見つかったということです。現状分かっている範囲ではそこまでなんですけども、はい、中丸君、ちょっと難しいね、理解がちょっと。そうですね、うん、全くちょっと理解できませんね、うん、でまあおそらくそういうこういう、まあ、そのテレビなんかでも速報ということはもうもちろん裏が取れてるでしょうから、はい、あねえ、これは